問題です。勝ちを目指さないゆる部活も始まっている。こちらカンマをつけるべきでしょうか、つけないべきでしょうか。答えは動画の最後で発表します。こんにちは。早速ですがこちらの英文ご覧ください。 My wife who is from Chiba loves peanuts ということなんですけども、こちらカンマがあるのとないのでどう意味が変わってくるでしょうか。カンマがないのが制限用法で、カンマがあるものを非制限用法と呼ぶんですけれども、非制限用法というとどうやって訳そうということばかりに注目がいってしまいがちなんですけれども、この動画ではそこから一歩進んで表している内容として何が違うのかということをお話していきたいと思います。この2つの違いは何かというと、結論、制限用法の役割は絞り込む、非制限用法の役割は追加情報を与えるということになります。どういうことかというと、先ほどの例を見ていきましょう。こちら制限用法なんですけれども、関係詞というのは通常形容詞の塊を作って直前の先行詞、名詞ですねを修飾していく役割があります。ここで形容詞が直接名詞を修飾するとはどういうことかというのを考えていきたいと思います。例えば Cats という名詞は世界中のありとあらゆる猫を指すことができます。そこに Black という形容詞が加わることで、黒じゃない猫もいる中で黒い猫だけに絞り込むことになります。同様に My wife who is from Chiba というのは、そうじゃない妻もいる中で千葉出身の妻はというふうに言っていることになります。それに対してカンマがつくと補足情報になりますので、妻の単なる補足情報として千葉県出身という情報が追加されているので、他にも妻がいるんじゃないかというニュアンスはなくなります。このように制限用法は条件に合わないものを存在する中で絞り込んでいるというイメージになります。それに対して非制限用法は絞り込んでいるわけではないので、特に先行詞が固有名詞など一つしかないものの時は必ず非制限用法になるということを覚えておいてください。もう一つ例を挙げたいと思います。 Japanese people who love cherry blossoms go to see them every spring というのは、カンマがあるのとないのでどう意味が変わるでしょうか。カンマがない制限用法の方はこちら、条件に合わないものも存在する中でということなので、日本人の中でも別に桜好きじゃない日本人もいる中で、その中でも桜好きの日本人はという意味になります。それに対して非制限用法は単純に補足情報を加えることになりますので、日本人というものは桜が好きなものなんだけど毎年春に花見に行くんだという意味になります。英作文でもこの使い分けができているとかなり上級者だなという感じが出てきますので、ぜひ頑張って使い分けてみてください。ご視聴ありがとうございました。正解はカンマをつけます。カンマがないとそうでないゆる部活も存在することになるので、この場合はカンマをつけましょう。